はい、始まりました。もちさんチャンネルです。させて、はい、2024年度共通テスト、はい、事件簿ということなんですが、まあ今年は今のところそんなにないですね。はい、私のね、ちょっと大学受験プロジェクトで、問題が起こってるぐらいでございます。はい。こっちは大変でございますが、はい。まあ2つぐらいでしょ、今のところ。大きいって言っても大したことないっていうのも、まあ、その人にとっては非常に大事なことですけど、まあそれぐらいしか出てないよね。一つはこの繰り下げトラブルですか。はい、開始時間のですね。で、連絡員の対応誤りで一人は2時間11分の繰り下げ措置と。で、いつもね、回答がほら出てこないじゃないですか、オフィシャルのものね。で、それぞれの予備校って同じ時間に出さなきゃいけないんで、そのメディアのね、新聞社とかね、決まってるんで、その公式なものが出た時に出さなきゃいけないんですよ。で、それってこういう繰り下げとかがあるから、だから遅いんですね。いつもだから9時とかさ、なんでってなるわけじゃないですか。なんでそのさ、6時とかさ、そのあたりに試験が終わってるのに、ね、もうそんなに遅く出てるのって言ったら、そう、繰り下げでものすごく遅い時間に受けてる人がいたりするんですね。その人たちも全部終わってからじゃないと当たり前ですけど、まあ出しちゃいけないというんですね。まあ連絡取れなければいいんだけど、でもその人がね、携帯見てて答え見れちゃったらさ、とんでもないことになっちゃうじゃないですか。っていうので、ないらしいんですよ。はい。らしい。わかんないですよ。それは本当なのかどうかっていうのはね、一応言われてはいますが、はい。本当にそうなっているのかはわかりません。はい。で、大学入試センターは、はい、入学共通テストで2人の受験生について試験開始時刻の繰り下げが発生したとしました。受験生からの問い合わせに対して、連絡員の対応が間違っていたため、2人の受験生について試験開始時刻が繰り下げられた。大学入試センターによりますと、受験生のうちの1人は2時間11分繰り下げ措置が取られ、午前11時40分から別室で受験しています。そう、別室になるんだよね。はい。この受験生は東京渋谷区の国学院大学、あ、国学院だったんだ。午前9時半から始まる試験について、開始時間前に会場に到着した上で、2科目受験の予定を1科目に変更したいという会場で連絡員に聞いたところ、あー、なるほど、変更ね。待機するように指示を受け、待機していた。しかし、受験生が希望する地理、歴史、公民2科目受験から1科目受験の変更は認められておらず、受験生が再度入室についての質問した際も、誤った対応を取ったことが発覚で遅れた。あー、なるほど、間違っていたわけですね。受験生のうちもう一人は、1時間12分の繰り下げ措置が取られ、午前10時42分から別室で受験していますと。あ、これだから、きなごのことですね。どちらも。この受験生は奈良女子大学の会場で午前9時半から始まる試験について15分遅刻して会場に到着し、連絡員に対して2科目目の受験予定を1科目に変更した。あ、同じ状況か。連絡員がそれに同意したということ。連絡員が地理、歴史、公民2科目の受験から1科目受験への変更を認められていないことに気づき、対応を取った結果、1時間12分の繰り下げ措置が取られたということです。あー、なるほどね。そうか。つまり、2人とも1科目、っていう状況にしようとしたけど、2科目分受けたからその分繰り下げられてるってことか。あー、なるほどね。受験者が試験開始時刻に遅刻した場合、開始から20分以内であれば通常の試験会場への入室を認め、そのまま受験することが可能になっているのさ。だからか。だからこの子は途中で気づいて1つ分が、まあ、プラス1個加わるから1時間ってことでね。で、その一個前の子はもう全くダメな状況というか、受けられない状況で待機してて、2科目分だよね。2科目分の時間を受けたわけだもんね。それで繰り下げってことね。なるほどね。はい。そういうことが起こったわけですね。へえ、そんなこと起こっちゃうんだね。なんかすごい不思議な状況だね。はい。ということでございました。で、スマホ館にあったのは、あれだよね、共通テストで15秒繰り下げっていうのは、15秒不足で、再試験ですよね。すごいよね。大学入試センターは13日、大学入学共通テストで行われた大阪人間科学大小野学者わかりません。わかりません。で、地理歴史公民の試験を15秒早く終わらせるミスがあり、地理歴史公民か。47人が再試験の対象になったと発表した。タイムキーパーは遅れを認識していたが、誤差の範囲だったと思ったとして申告しなかったという。あららら、それはね。報道系 SNS では様々な意見が交差している。手を挙げてもまだ15秒あるはずですって声を出せば失格になるし。あ、そうなんだ。声出しちゃいけないの。マークシートへの転記が遅れた受験生にとって最後の1秒まで真剣勝負、15秒くらいでって思ってる人かもいるかもしれないけど、15秒あれば数学なら積分計算くらい可能なんで大事やで。細かな点ですが、受験生の立場で考えると妥当で当然の判断、など不手際を指摘する書き込みが多数を占めたと。
そのままでいいっていう人が結構いそうだけど、さすがに選択制なんか誤差の範囲だと思うんだけど、試験時間を15秒短くしてしまって全国ニュースになるテスト、受験生だけでなく試験官もメンタルすり減らして臨んでいますといった声も上がっていると、どうです皆さんだったらね。それでさ、再試験でさ下がっちゃったらさ最悪だよね。それで上がるんだったらいいけどさ、ね、下がっちゃう。まあまあ関西なんでね、この試験のそのミスがあったとしても、まあ京都だから、まあ受けやすいのかな追試のやつは。他の地域だったら、もう関東と関西以外だったらちょっと大変だよね。で、続いて3つ目が、監督者の対応ミスで、受験者再試験にというですね、はい、再試験になったリスニングの方ですね、愛知の会場。英語のリスニングテストについて、試験監督者の対応ミスにより受験生1人が再試験を受けることになったと。はい、センターによりますと、愛知県豊田市の愛知工業大学の会場で、はい、英語のリスニングテストを受験していた受験生1人から IC プレイヤーの不具合の訴えがありましたと。その際、試験監督者が音声が聞こえているかを確認し、受験生が聞こえていると回答したため、試験監督者は IC プレイヤーに不具合はないと判断し、受験生に試験を続行させました。不具合があったのにそのままやったのね。しかし英語のリスニングテストでは問題が一度始まると停止することはできず、そうです、できません。試験監督者とやり取りしている間も問題は流れ続けていたため、そうだね、確かに。その間の問題について解くことができなかった。それはやばいね。本来ればその場で試験を中断させ、機器の不具合など、試験を途中からやり直せる再開テストを受験させる対応を取らなければならず、あ、そんなのがあるんだね。試験終了後の13日夜に受験生側からの指摘を受けてセンターが確認した結果、試験監督者の対応ミスが発覚したということです。じゃあもう一回受けんのか。うん、だってさ、途中からのやつなんてもうできないじゃん。ということは、再試験で追試ってことでしょ？やばくない？それ。追試か。かなり、いやーすごいね。いやだってさ、今回の簡単だったじゃん。だからもう一回やってさ、追試の方がさ難しかったらさ、やだよね。これ人生かかってたらまたさらに辛いよね。でしかも愛知県の人でしょ、東京か京都かどっちか、まあ京都かな、普通に考えたら、に行かなきゃいけないってことでしょ。いやはや、それは参ったもんだね。やっぱ試験官でも知らないっていう人いるからね、いろんなことね。いやーこれは結構厄介ですね。まあ今のところはそんなに大きな問題はないですね。これぐらいですもんね、ニュースになってるのはね。まあこの2日目にね、何かまたあってそれがまあ出てきたりすることはあるかなと思うんですけど、はい、一応ね、被災地でも目立ったトラブルはないっていうニュースはあったんで、はい、どうなるのかですね。はい、ぜひ皆様のね、ご意見をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。